と思うかもしれないんですが、実は頑張って、実は相当実は追い込んでるっていうのもですね、しかもこれ超党派でやってるんです。国民民主も立憲民主も共産党も社民党もいろんな議員がそれぞれやっぱり矢を放ってですね、追及してきたっていうのもぜひ知ってください。で、どうも参議院議員福島みずほです。で、どうするこんにちは。で、どうするかでやっぱりこう廃止法案を出すと、種子法の廃止法案が種子法廃止法案廃止法廃止法を出したんですね。まあ、これはちょっと成立しなかったんですが、悪い法律は廃止するっていうので廃止法案を出すっていうのはあると思います。あとこれが作動しないようにしていくっていうことも必要ですよね。だからこれで法律が通ったって言っても、まあ、年収要件と対象業務はあるんですけれども、職場でね、労使の委員会が決議を決めて、じゃあこのうちの職場のこの人たちに入れましょうということを労使で決めて、かつ本人同意があって初めて入れられるんですね。だからちゃんと職場で本当は止められるんですよ。なんだけれども、まあ、労使の力、労働側の力が弱い、あるいは問題を知らない、そういう中で、じゃあこの書類決議動揺してねみたいな形で軽く言われちゃって、はいっていうふうにやっちゃうと非常に危ないですね。なので、野党の議員さんの役割ももちろん大切なんですけれども、これから同時に大切なのは、私たちみんながこの問題を知って職場の中でじゃあどうやって対策を取るか、そういう問題でもあるんです。で、そこのところで認知が広がって初めて法律を廃案にしよう、廃止をしようということもできるし、あるいはそういう動きが広がらなければ、さらに年収要件を下げよう、退職業務を拡大しよう、で今回ダメだった裁量増税の拡大をまたやろう、そういう動きはもう着々変わりますので、そういう意味でも野党を任せにしないで私たち自身っていうところもすごく大切だと思います。実は裁量労働制に関して厚生労働省は、まあ、調査したとまだ言ってるんですが、怪しいと思いますが、このままいくと裁量労働制の拡充の法案も出てくる可能性があるんですね。まあ、暑いですが皆さん、ぜひ高度プロフェッショナル制度は国会で成立したけれど、これを作動させない、それは国会でもやるし労働組合でもやるけれども、皆さんたちの職場の現場でまさに高度プロフェッショナル制度を作動させない、労使委員会なんかで否決するというようなことを、ぜひ高プロの問題点、ぜひぜひ広げてください。これちょうど1075万円と言われてますが、保険料と税金引くと700万円台だと厚生労働省はデータを出しました。で、この中に通勤手当、住居手当、そして、家族手当も全部入ってるんですね。ですからものすごい自分とかけ離れた人の話ではなく、会社の中に労働時間規制が全くなくなって割増賃金が払われない労働者を誕生させてはいけないっていうのを、ぜひ津々浦々の全ての働く場所で広げていきたいと思っています。で、そうですね、だから相当だから頑張らないと、これがでどうでしょうか。実はこの高度プロフェッショナル制度が国会で議論されているときに、企業へのアンケートに対して新聞に載ってましたけれど、6割から7割かあまり採用する気がないっていうアンケート結果が出ましたよね。ただあれもまだ決めてないみたいな回答が出されてないで、導入するってはっきり言っちゃったら反発が出るだろうから、というところもあったと思うんですね。そうですね。上西、法政大学教授で随分本当にお世話になりました。その通りで、そうだ、決めてないというふうに企業は割と答えてるんです。高度プロフェッショナル制度が議論中に我が社はやりますとこうやるとですね、超目立ってしまうので、まあ、分からない、決めてないっていう。でもだから今度高度プロフェッショナル制度を採用する企業のリストとかいうのを作ったらどうでしょうか。つまり会社で企業で高度プロフェッショナル制度、労働時間規制が一切ない労働者を誕生させる高度プロフェッショナル制度を企業は採用するなと、で採用
企業が順番からこうリストアップしていくみたいな、どうでしょうかね。だから知りづらくなるように、はい、そういうことも必要だと思います。私たちが認知を広げて、私たちの力で投資をしていくっていうね、そういうことが必要だと思います。それから、まあ、今回ねこれ働き方改革について話題にしてるんですけれども、こういうすれ違いの答弁、追求したことに対して答えない、これが働き方改革に限らないんですね。もうほとんどの国会議員がそうで、今あの国会が終わったので国会を振り返るような新聞報道もあります。虚偽答弁、論点ずらし、違う話を延々とする、そういうことっていうのはずっと繰り返されてきました。これほったらかしにしてたら大変ですよね。で、あの私たちこうやって一つ一つ映像を作って一つ一つ見てくださいってやりきれないぐらいの問題がこう発生してるわけなんですよ。だから働き方改革の問題があると同時に、これは国会審議の問題になる。国会審議のあり方をもっとまとまりさせなきゃいけない。ご飯学校なんて論点ずらしは許しちゃいけない。そういうことも大きな課題だと思うんですけれども、あのテレビのニュース番組だと、あの答弁のところだけ出たりしますよね。それだけ聞いてると、あ、労働時間規制をするんだ、残業の規制を罰則付けてやるんだ、今度プロフェッショナルの問題点ってなかなかわからないんですよね。だからぜひぜひ見てください。でこういうのがみんなに知れ渡ると、まあ、期待しているのはすれ違いの答弁とか本当になくなるといいですよね。でも昔から思ってたんですが、安倍総理は例えば今日の天気は曇りでしょうかと聞くと、一昨日晴れだったような気がするみたいな、まあ、ちょっと全然ずれちゃうんですよね。やっぱり皆さん記憶に新しいところでは、柳瀬さんが証人喚問で呼ばれて、今治市と竹学園と会っていましたかと聞かれたことはなかったので、今治と愛媛と会った記憶はないと言っていたと一連まで言いましたよね。でも普通は なんかこう正直な人間だと思うんですよね。確かに今治と愛媛については記憶はありません、あると思ってるんですが、まあ、記憶にありません。でも竹学園とは3回会いましたとか、こういうのが普通ですよね。だから、あの要するに野党を騙す、野党に隠すっていうことは、国民を騙す、国民を隠す、国民に隠すっていうことなので、そういうことを政府側の人間がやっているっていうことに対してはね、おかしいっていうことをちゃんと言わないといけないと思ってます。そういうことも含めて、あの8月の3日に、シンポジウムをやるんですけれども、あの荻上チキさんという方は TBS ラジオセッション22で、あの深夜じゃない10時からの番組の中で、これもやっぱり国家審議音声でずっと紹介している方なんですね。それから、あの国会のあり方について発言されているわけ、大阪政治にも一緒になってシンポジウムをやりますので、そちらの方もぜひご覧ください。あの福島議員の、ね、質疑も私あのずっと見てたんですけれども、例えば野村不動産問題でね、加藤大臣がいつ労災の申請認定の話をしたんだということを、それだけを20分かけて聞いても話をもうなかなかはぐらかすことはない、そういう場面もありましたね。ただ、これ結構衆議院と参議院の厚生労働委員会で連携をして、一緒に東京労働局に行ったり、あるいはですね、あのやっぱりすごく聞くことでなんかこう出てくることってあるんですよね。だから12人のヒアリング、結局加藤大臣やってないじゃない。今年の1月31日2月1日まさに後付けで、あの国会で質問されたから後付けで、ヒアリングやっただけじゃないみたいなことをですね、ごめんなさいね、明らかにできたのも、まあ、上西先生のおかげでもあるし、またあのネチ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 聞かないと国会の中では真実は出てこないんですよね。でも変ですが、国会の審議ってめちゃくちゃだけど、たくさんの人が見てくれることでやっぱり検証もできると思いますよね。あの今日、まあ、切り出したものを見ていただきましたけど、面白いですよ。深刻なんですけど、こういう状態なんか深刻なんですけれども、このやり取りを見てると非常にやっぱり 見応えがあるというか、あの福島議員の虚偽答弁じゃないですかみたいなところもすごくやっぱりこうインパクトがあるから、街中でやると何が起きてるんだろうなっていうふうに見ていただける、そうやって見ていただけるっていうことが
不誠実な答弁を防いで国会審議を正常化していく、そういうことにつながるというふうに思っています。いや、民主主義はみんなのもの。でもそうなんですね。安倍総理がずっと、ずっとというか私の答弁に去年6月も、そして質問収集の答弁にも、いつ加計学園が今治市に獣医学部を作りたいというのを知りましたかという答弁に、国家戦略特区よりずっと前の構造改革特区の時から知っていましたと国会で答弁していたんです。ところが去年7月突然私が知ったのは2017年1月20日ですと言い始めて、答弁も中身を変えたんですよね。だからこういうのもおかしい。だからアンデルセン童話の裸の王様だと王様に対して、あなた裸でしょと子供が言うと、恥ずかしい、子供に言われちゃった、バレた、アウト、おしまいってこうなるんですが、国会はあんた裸でしょって言うと、え、私裸ですか、私が裸だという立証をしてくださいみたいな感じ、あんたパンツ履いてないでしょと言ってもですね、私がパンツを履いてないという立証を野党はきちっとやってるんですかみたいな感じになって、はぁって感じですよね。今年の4月から小学校で道徳の検定教科書が使われて道徳が教科になりました。小学校の道徳の教科書66冊全部福島美佐子読みました。とっても道徳的になりました。なわけはなく、割と定番としてはですね、狼少年の話ってあるんですね。これは戦前の終身の教科書も取り寄せたら、狼少年の話って割と定番なんです。嘘をついてはいけません。あるいは金の斧、銀の斧、あなたが落としたのはこの金の斧ですか、いいえ違います。あなたが落としたのはこの銀の斧ですか、いいえ違います。あなたが落としたのはこれ銅の斧ですか、はいそうです。あなたはなんと正直な人でしょう、全部あげますなんて感じなんですが、ね、子どもたちには嘘をついてはいけない、国民にはちっちゃい時からなん、ね、正直にイエッとこう言っときながら、トップのトップのトップが嘘をつくっていうのは、まあ、本当にこれを変えたいというふうに思っています。これを変えたい、国家審議を成長化したいということで、国会パブリックビューイング、これからの番組を作ったり街頭上映したりやっていきたいと思いますので、ぜひパンフレットをご覧になって、これからもご支援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。法政大学教授の植西光子先生です。いつもありがとうございます。ごめんなさい、すいません、30秒だけ。NHK で報道記者をしておりました佐渡美和の母、佐渡恵美子でございます。7月24日、明日、いよいよ佐渡美和の命日がやってきます。私はいても立ってもおれず、植西先生のパブリックビューイングをネットで見ながら、何としてでもここは絶対に来たいと思ってここに来ました。美和は生きてたら36歳、人生で最も輝いていた時期でした。私は1月から6月までずっと国会に通いながらいろいろ勉強しましたが、無理やり数の力で法案が通ってしまい、今やっと静かにこうやって勉強させておりますしておりますが、この間のパブリックビューイングの後、ある議員さんが東風呂に似た過労死で亡くなった、大量労働制で亡くなった人が12人とも19人とも、その結果がなんと東風呂が通ったあと7月に発表されました。これは明らかにおかしいです。普通のおばさんだっておかしいと思います。過去10年間6月に発表があってたのが、なぜ今年だけ7月ですか。コープロが通った後、なぜ7月に発表ですか。しかも12倍も19倍も過労死は増えてる。